10月8日メキシコ代表権をかけて国立競技場に6万のファンを集めた日本対韓国のサッカーアジア予選。事実上の決勝戦とあって両軍激しい闘志でぶつかりました。前半14分、日本は右からセンタリングのボールを八重樫がヘッディング、すかさず宮本輝がシュートを決めて先取点。30分には杉山が八重樫の縦パスを受けて強烈なシュート、得意の足と機動力に物を言わせた日本の先制攻撃です。しかし杉山はレバノン戦で痛めた肩を再び痛めてしまいました。後半日本は韓国の追い込みで2対2の同点にされた後、鎌本のシュートで再びリード。だが衰えを見せぬ韓国は日本陣内に大きなパスを蹴り込み、矢継ぎ早の猛攻撃。金のゴールが決まって3対3の同点でついに引き分け。結局10日の対南ベトナム戦の勝利で得点と失点差に勝る日本がメキシコオリンピックの出場権を獲得しました。